一口目もまずくて、なんで二口目行くのか分かんないもんな。そうだよ。まずかったら、それで終わりなんだよな。うん。一口目はまずいけど、食べてると美味しいよっていうやつ。続いてご紹介します。東京都杉並区、ラジオネーム、思春期に少年から大人のおもちゃを売ってもらいましたさん。41歳の男性からいただきました。ありがとうございます。おい、おぎ。おぎ。聞いてるか？おい。おい。おぎ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 。うるせえな、セラーも。こぎ声で。俺。お前が間違いをごまかすパターン、読めちゃったぞ。たけしのコーナーは、読み間違いがほぼ当たり前になってるけど、お前、間違えると必ず咳払いでごまかすよな。この前も2時20分あたりで、ロマンを汚すというところを、ロマンを汚すと読んでしまった後、咳払いでごまかしてたろ。よくやるやつ、ね。間違いを咳払いでごまかすって、なんか古くねえか。もうちょっとマシなごまかし方しろって。お姉ちゃんのドッキングすることしか考えてねえもん。で、言うんだろうな。気持ちよすぎて言葉がないって。うちのロマンをよかす。大変なんだって。続いてご紹介します。千葉県成越市。ラジオネーム、探偵の探偵のタンポンさん。22歳の女性からいただきました。ありがとうございます。キャー、おぎちゃんかわいい。おぎちゃん、一口目って言えないの？先週のポッドキャストで、ブドウの一口目がまずいってメールを読んだ後、一口目を、一組目って言ってたでしょ。まずいよねーって言えないとかに。もんね、なんだろうね。一口目まずいもんって他ある？一口目。一口目がまずいもんおまけにその後、二口目。も言えなくて二つ口目って言ってた。あら、あらね。おはぎ食べた後の口みたいだから言えないのかな。中身出すじゃん、うん、その時に唇にその渋みを触れちゃう時あるよね。あれじゃない、あれに慣れてないんじゃない。確かにブドウって二つ口目から美味しくなって気がするな。言えないんだね。言えないんだね。言えてんだけど、うん、週刊おぎやはぎ批評、今週はここまでです。まあ、今回は、そうね、にゃんにゃん島に関してはね、ちゃんとにゃんにゃん島からこれ来ちゃうよって言ったのにもかかわらず、言ったら来ちゃうんだね。そうなんだよ。言わなくても来るし、にゃんにゃん島はまだ逃げることはできないってことだね。ダメですよ。まあ、薬山っていうのは本当はあるしね。あるからね。ちょっと言えないけどやっぱり、木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。ラジオネームルッサンチマン、先ほど宮崎さんのインスタグラムが急に31件のいいねをもらってましたよ。一部からはヒゲちゃん、一部からはヒゲちゃんなんだこれと反応されてました。出たー、俺と好きなやつ。なんだこれ、先ほど好きなやつね。ヒゲちゃんらしい、ヒゲちゃんらしい。そういうのダッサ入れてほしいんだよね。言葉が欲しいんだよ。それ欲しいの、ね、かわいいとか、さすがヒゲちゃん。そうだね。
さあ、欲しいね、うん。急にそういうの入るんだ、いいねって。そうね、入るね。こういう問題なんだ、これって。うん。うん。ちょっとね、どっちかな。なし、ね、なし、ね、まあいいかな、うんうん、まあまあいいかな、うん、いいのじゃあ、うん、この辺はしました。まあいいです、うん、ラジオネームおもてなし小木さん、八木さん、小手さん、こんばんは、うん、この夏僕は YouTuber になりたいです。何 YouTuber? 夏フェスとかに行った動画を YouTube にアップして人気者になりたいです。いや、そんなんじゃ人気者にならないんじゃないの？本当だよ、そんな。YouTuber のやつあんま見たことないんだけどさ。YouTuber ね、子供がハマるよね、うん、ハマってるよね。好きなの？うん。うん、見てるよ。ね、YouTuber。稼げんでしょ、あれはすごい、また。でもいいよね、確かにさ、うん。俺たちみたいな芸人もさ、うん、面白いことを、なんか例えば作って、うん、ネタとか、まあ、まあ、漫才とかコントをさ、うん、テレビでやりたいと思って、でも、うん、今みたいにないからさ、うん、YouTube とか、だからテレビ局にオーディション受けて、うん、それでやっとテレビで、そうね。自分たちのやりたいことができたじゃん。うん、はい。今さ、できちゃうんだから。そうなんだよ。YouTube で。流せんだからさ。そう。だから、それは、手っ取り早いじゃん。手っ取り早い。あと、だって流行りとかも大体結局 YouTube から来るからね。今ね。あ、そうなの？そう、だって、ラッスンゴリライのやつもそうでしょ。ああ、そう、あれ本当はね。もともとテレビ出したけど、それが YouTube で。うっつけもんっていうね、テレビで最初出したのにも関わらず。うん、そう。うっつけもんっていう番組を知らなかったからね、みんな。そうなのよ。そう。で、あれは YouTube で流行ったからね。うん、まあでもそれはちょっとまた、今の話とはちょっと違うんだけどね。うん、違うの？それは全然違うけどね。うん、YouTube でしょ？テレビのものだから。テレビのものを YouTube に流しただけだから。今言ってるのは YouTube で最初からできるって話だから。まあまあまあ、でも俺は知らないんだもん、その番組を。YouTube だと。うん？